こんにちは、ナナです。藤井聡太棋聖は7月1日棋聖戦第3局で勝利したことでストレートでの防衛を果たしました。同時に自身初の永世棋聖の称号も得ることができ、最年少記録をまた作ってしまいました。初めてタイトル挑戦したのも棋聖戦、渡辺棋聖当時へ挑戦したわけですが、この快挙に渡辺九段はもう永世、コロナでタイトル戦の日程も混乱してた2020年から4年早いなぁ、山崎さんお疲れ様でしたとつぶやいています。本当に早いものです。残念なこともありましたよね。この一つ前の叡王戦で8冠から7冠となりました。6月20日将棋界に激震が走りました。もう負けても勝っても日本中を巻き込む大きなニュースになる天才。久しぶりのフルセットまでもつれ込んだ第9期叡王戦第5局で、挑戦者の伊藤匠七段が藤井叡王に勝利、八冠の一角を崩すとともに初タイトルの栄冠に輝きました。同じ時代を共に切磋琢磨しつつ戦っていくであろう匠七段の存在は間違いなく、藤井竜王名人のさらなる成長スイッチを押すことになると思われます。対局終了後、あらゆるメディアがこの大事件を報じました。藤井聡太八冠陥落、254日天下。この見出しについて師匠は、このセンセーショナルな見出しは何事だ、陥落ってあなた政権交代や紛争の首都陥落レベルなの、254日の天下って長いし、しかも客観的に見て今も天下だろうし、タイトル戦のたった一度の失冠でこの表現はさすがに気の毒だな。なお私、毎年の公式戦ではほとんど予選を陥落するが全く記事にならないぞって自虐も含めて指摘をしています。コラムの掲載を続けている師匠の文才にも毎回驚きますが、254日天下ってすでに終わってますって伝えたいようですが、七冠で羽生九段は天下を取ったんですよね。ならば当然七冠王の藤井竜王名人は未だに凄まじい力を示しているし、終わってもいない。むしろまだ七冠あるのだって報じた方がいいよね。そうなの、一つ落としてもまだ七冠だって報じた方が良かったのよ。師匠は続けて次のように記しています。それにしても伊藤七段は強かった。特に形勢が苦しくなってからの粘りが素晴らしく、今期はタイトルへの思いが藤井叡王を上回ったように思う。とはいえ今回の藤井叡王の才気あふれる将棋もまた素晴らしかった。この才能は現将棋界では間違いなく一番で決して揺るがない。また藤井七冠は昨年八冠を獲得して以来常に恋言っている。面白い将棋をお見せしたい、敗戦だが失敗ではない。またライバルの出現は自分の成長を促してくれる。21歳の成長期にこれを体験できたのは本当に幸運だったと私は思う。その意味では私は伊藤七段にありがとうとお礼を言いたい。藤井も人なりだが、その才能に一点の曇りもなし。ファンの方は安心していただきたい。このように記しています。才能豊かな藤井竜王名人は、まだまだこれから楽しませてくれるよとしています。本当にそうだと思います。七冠になったことで、再びの八冠復帰も楽しみにできるし、それをネタに面白トークも展開してくれるかもしれない。まあ、藤井竜王名人の将棋人生はまだ始まったばかり。これからですよ。本番は、そんな藤井竜王名人との対局を決めた女流棋士がいます。西山女流三冠です。NHK 杯で藤井聡太竜王名人は初戦で当たることになりました。西山さんは次のように X でポストを上げていました。NHK 杯ご観戦ありがとうございました。木村先生にぶつかるのみの気持ちで、結果は幸運だったと思います。次戦は、藤井七冠ということで貴重な機会。
準備して悔いなく挑みたいです。と、つぶやいています。西山さんの視点で見ると、NHK 杯本戦2回戦では、藤井聡太七冠と戦うことになります。そのことについて、今年の目標を、A 級の先生に当たれるところまで行くこととしていたのですが、こういう形で名人と当たることになって、嬉しく思いますとしています。西山さんの目標が A 級棋士との対戦だったんですね。それがまさか頂点に君臨する藤井名人と当たることになるとは、その驚きと感激が伝わってきます。見る方としてもかなり楽しみ。実は、西山さんは、藤井竜王名人と奨励会三段リーグで対戦していました。しかもなんと最終局。そのことについて、西山さんは、かなり興味深い話をしていますので、ちょっと紹介します。西山さんが、奨励会三段リーグで藤井竜王名人に対して感じたこと。それは、まず、私が入った時は藤井三段がいて、彼は、上がるオーラが全開で、有力な昇段候補の一人だと見ていました。そして、リーグ表を確認したら、最終戦が藤井三段。これは、絶対にやばい一番になるな、と思いましたもん。って語っています。絶対にやばい一番というのは昇段できるかどうかがかかった一番になるだろうという、直感的な予感だったのでしょう。だって強さが溢れているわけですから、そう感じてもおかしくない。そして来ました大一番。結果的に、予想的中で昇段をかけた勝負となりました。と言っても藤井竜王名人のね、自分が関係なくても、相手が昇段がかかっていることを知れば、平常心で戦うのが、困難なほどに緊張しますよね。負けてたまるかってなるのかどうかは、わかりませんが。2016年9月3日のこと、西山さんはこの時のことを、競争相手が昇段レースに乗っているんだと思っていたら、みんな負けていて、藤井三段が、自力の目が残ったのを知ったのが、対局開始5分前ぐらいだったんです。と言っています。対局が始まる5分前に、藤井竜王名人の昇段がかかった一番だと知った模様。三段リーグ最終日は、まず、午前中に、大橋三段が昇段を決めたんですよね。最終日を首位で迎えた藤井三段は、午前中の対局に負けて自力が消滅したかと思いきや、競争相手の2人も負けていた。だから、勝てば、昇段という奇跡的な状況で、西山戦を迎えることができたのです。西山さん曰く、実は、それまで、藤井先生とは私の2勝0敗なんです。かなり前、関西奨励会の時に、強落ちと平手で指しています。だから、周りに、相性がいいから、と豪語していたんですけど、最終戦は、ボロ負けになってしまって、彼は、おそらくソフトも取り入れていて、早指しでバンバン来られたんですよ。今までの将棋と全然違って、成長スピードが早すぎました。こんな風に語っています。藤井竜王名人は、やっぱ AI を取り入れた三段リーグでは、それまでとは、全然違う将棋になっていたということらしい。いやいや、それまでだって強いという評判だったのです。それでも、西山さんから見て2勝0敗とはなんと。びっくり。ハンディがついてはいますが、勝てば強いって言えるんですよね。確か、福間さんと王位の記念対局で時間差を持たせた対局でしたけど、すごいと言われていたので、私的には対等に戦わなければ、本当のゲームとは言えないような気がしますが、それはさておき、そんな強さがあっても四段昇段は難しかったというところもまた興味深い。結果的に女流棋士として活躍をしているわけですが、この度条件を満たし、編入試験にチャレンジできる運びとなっています。そして、西山さんも、それに向けて動いていると言うから楽しみですよね。そのニュースがこちら。7月4日最新の情報では、編入試験を受ける意思を表明したようです。将棋のプロ棋士編入試験を受ける資格を、女性では、2人
2人目に獲得した西山女流三冠が4日、東京都渋谷区の将棋会館で指された朝日杯オープン戦一次予選の午後の対局を終え、取材に応じた。西山三冠は、受験させていただこうと思っています。受けるからには、できることをしっかりやって挑みたいと話した。合格すれば、女性初の棋士が誕生する。福間さんは、惜しくもチャレンジで敗退してしまいましたが、西山さんは超えてくれるでしょうか。楽しみですよね。ここからは、棋士への編入試験についていたネットの声を紹介します。過去、35年以上の歴史がある三段リーグにおいて、14勝4敗の成績を上げながら、3位で残留となったのは、豊島将之九段、西山友啓伯嶺ほか合計7人だけ。このうち、未だ三段リーグ在籍中の片山さんを除く6人のうち、西山さんを除く5人は、いずれも、その後棋士になっている。棋士になれなかったのは、男性を含めても、西山さんたった1人だった。それを考えると、三段リーグの14勝4敗の成績は、非常に重い意味がある。西山さんは、奨励会三段時代一度14勝4敗で次点を取ったが、それ以外の期では苦戦を強いられていた。今回の相手は、並八や並七相手でなく、新進気鋭の四段とかになるだろうから相手は。西山さんの棋譜を見て研究ができて、一方、西山さんは、相手の新進気鋭の四段たちの研究が難しい状況。正直試験突破の確率は、五分五分か四分六分と見ています。福間さんの時、同様とにかく初戦が重要でしょう。応援しています。西山さんは、奨励会で3位になって、次点をもらっている。この次点が2つになると、フリークラスに編入、つまりプロ棋士になる。西山さんは、プロ棋士にあと一歩というより、あと半歩まで行ったのだ。そこまでの実力者なので、編入試験も厳しいだろうが合格する可能性も十分にある。おそらく、奨励会を年齢制限前に退会したのは、伯嶺戦、女流順位戦の創設に際して、龍子、福間、西山が揃わなければ、画竜転生を欠く、という事情もあったように思う。福間さんが、結果的に、第一期の番勝負に出る前に負けたのはあれだけど、本人は大会時、から機会が得られれば挑戦、と決めていたんだろう。福間、西山両先生は、棋士になっても全く見劣らない方。期待しています。即挑戦決定ですね。やはり、奨励会で、次点の頭跳ねを食らったリベンジに、燃えてるということでしょう。そして、合格できる実力も十分。ライバルの福間さんが跳ね返された壁を、突破してほしい。奨励会三段リーグで14勝を挙げながらも、惜しくも棋士になれなかった女流棋士。奨励会時代は藤井七冠にも勝ち越しているし、本当に強いので、受験に合格しても全く不思議ではないよね。このような声が上がっていました。藤井竜王名人の次の対局は、明日6日から2日間の日程で始まる王位戦。渡辺九段との久しぶりのタイトル戦楽しみですね。